東工大の原です。IoT のための小型省エネ CPU の研究成果について発表します。近年の情報通信技術の発達によって私たちの生活はますます便利になってきています。例えば、この図が示すようなスマートシティも情報処理と通信技術によって成り立ちます。このような技術は総じてインターネットオブシングス IoT と呼ばれ、AI と並んで情報革命の鍵になると言われています。IoT はすでに実用化されつつある技術です。現在は私たちの身の回りにあるエッジ端末、例えばスマートウォッチのようなものがデータをセンシングして、そのデータはすべてクラウド上の構成の計算機で処理され、処理結果が返ってくるという構成になっています。 つまり手元の端末ではデータ処理されていません。次世代の IoT では現場、つまり手元の端末上で自律分散的に情報処理するエッジコンピューティングという技術の確立が重要な課題になります。これによりネットワーク通信の遅延なくリアルタイムにデータ処理でき、通信などのコストを削減でき、 さらに、個人情報に関わるデータ通信の削減によるセキュリティの向上が期待されます。さて、今後の IoT で特に注目されるサービスは、スマートシティ、ヘルスケア、スマート工場、コネクティとかスマートエネルギーなどが挙げられます。いずれのサービスも私たちが身につけるデバイス台数が増えるほど、エッジコンピューティングにより、 リアルタイム性、コスト削減、セキュリティ向上が重要になります。実際、約20年後には、一人当たり1000台以上のデバイスを所持することになると見込まれており、エッジコンピューティングの世界市場は37.4%の年平均成長率、2027年までに434億ドル、日本円で約4.6兆円と急成長しています。 このエッジコンピューティングを実現するためには、当然、エッジ端末上で計算処理する仕組み、つまり CPU が必要になります。すでにスマホなどの組み込みシステムで使用されているものをそのまま利用できるところもありますが、サービスの内容に応じて計算負荷を大きく異なるため、その計算負荷に応じた CPU を利用するべきです。 例えば、スマホの CPU は消費電力が高すぎるため、常にモニタリングが必要なバッテリー駆動型のヘルスケア端末には不向きです。本研究では、バッテリー交換や充電頻度を極力減らせる小型省電力 CPU を新たに開発し、長く安心して使える IoT システムの実現を目指します。 本研究の狙いと位置づけは、これまでにない小型省エネ CPU を開発し、ヘルスケアなどにおけるリアルタイムな異常検出を可能にする IoT エッジ端末の実現を加速すること。さらには IoT の新たなドメインを開拓し、新サービス、アプリケーションの基盤を確立することです。これまでのエッジ端末向け CPU は、 AI のような計算負荷の高いドメインを対象にしていて、高性能化する代わりに消費電力が上がってきていましたが、本研究はむしろかなり低電力に、軽量なデータ処理を効率よく実現する新しいドメインを狙うものです。日本はセンサー技術が高く大量のリアルデータを蓄積しています。本研究の成果によって、 これらの強みを生かした新ビジネスに展開できると考えられます。このようなローパワーエッジ向け CPU の実現には大きく3つの課題があります。まず1つ目に無駄のないアーキテクチャ構造によって小型な CPU を実現すること。これにより多様なデバイスに CPU を搭載可能になります。 二つ目に、ボタン電池のようなエネルギーのバッテリーの制約の厳しい環境でも長期間動き続けられる省電力、省エネ性を達成すること。そして、処理データ量に応じて柔軟に対応できるカスタマイズ性を持つことです。本研究では、まず小型省電力 CPU を新たに設計しました。 この CPU は Apple なども利用している台湾の半導体メーカー DSMC の65ナノプロセスを使って ASIC の試作を行いました。この写真にあるように1ミリ四方でも余裕を持って収まるサイズで実現できました。次にこの小型コアをベースとしたマルチコアを構成するために マルチコアテンプレートを構築しました。これによってアプリケーションや設計制約に応じて適切なコア数とテンプレートを設定することで3つ目の課題だったカスタマイズ性を保持できます。そして最後に性能と電力をモデリングし効率よく最適なマルチコアを決定できる環境を構築しました。 本日は時間の関係上、一つ目の小型コアの評価だけに着目をして説明をします。この評価では、ヘルスケアのウェア,ウェアラブルな IoT デバイスを想定し、時系列データ分析アルゴリズムを用いたリアルタイム異常検出アプリケーションで小型コアを評価しました。このアルゴリズムは、 加速度センサーのようなユーザーのデータと検出したい疾患などのパターンを比較するテンプレートマッチングの一種で、転換発作の検出、不整脈検出、行動認識、パーキンソン病の検出などに応用する研究が盛んに行われています。シンプルなアルゴリズムでありながら、機械学習より高精度に検出可能であるという報告もあります。 本研究では検出対,応対象に応じてパターン長を変えてシミュレーションで評価をしました。このアプリケーションに対しては本研究の小型 CPU は ARM や RISC-5 などの小型な CPU に比べ回路面積は約3分の1から1 4分の1、電力は3分の1程度に抑えつつリアルタイムに異常検出可能であることを確認しました。 最後にまとめます。Fact-I 研究では既存の小型 CPU より約3分の1から1 4分の1の回路規模と3分の1の電力に抑えたローパワーエッジ向け小型省エネ CPU を開発しました。TSMC65 ナノプロセスでこの CPU のプロトタイプを試作し、現在実機評価中です。 さらに、ヘルスケアの実アプリケーションを想定し、リアルタイムに異常検出可能であることをシミュレーションで確認しました。また、モデルベース探索によって最適なマルチコア構成構造を決定する手法は、他に類を見ず学術的新規性と優有用性もあると考えられます。今後は物理セキュリティ体制を持つように、 アクトア研究で開発した CPU をさらに発展していきます。エッジコンピューティングへの期待が高まる一方で、ネットワークにデータを送る前に、デバイスから漏れ出る電流、電磁波から秘密情報を得ようとする攻撃の脅威が近年増しているため、これらの攻撃に強い CPU に拡張することで、IoT セキュリティの底,底,上,げ底上げにつなげていきます。 この発展研究は JST ・ AIP 加速課題の支援を受けて今年4月から取り組んでいます。ありがとうございました。